さて、先手後手は原梨さんの勝利 でどうもティムールっぽい手札をしてますね、うん、一方で岡石さんの方はちょっとわからない、うん、まだわからないかな。結構金色のカードが見えたのでティムールなのかなとも思ったんですが、ちょっと見てみましょう、はい、原根くんの方が今マリガンが多分土地がちょっと多いので、うん、果たしてこれでいいのかなと、うん、なんかお互いに多分デッキは分かってそうな感じですね、うん、どうせこいつはこれ使うだろうみたいなところはあると思います。あ、なるほどなるほど。これについて多分1ターン目にどちら土地をどういう風な置き方をして立ち上げるかというので、まあ、霊気との調和を打つかタップインの処理をしてしまうかみたいなことを考えてたんじゃないかな、うんうん、そうですね、手札の方にタップインの土地が見えているので、まあ、おそらくそれについて考えてたのか、うんうん、キープ自体はやる、まあ、まあまあいいくらいのハンドだったんでしょうね、うんうん、で一方で岡石さん的には、うん、まあいい動きされてるなと、まあ、そうですね、霊気との調和を打たれるといい動きされてるなって思っちゃうので、うん、こちらはないのにあっちはいきなりエネルギー2個増えてる状態からスタートみたいな感じになっちゃっているので、ちょっとやや原根さんの方が優位、先手も取れてるし、でさらに2マナ剣もちゃんと出せた、うん、4エネルギーがある状態で質解が出ている、次に4マナまでは届かせないですね、はい、蓄電稲妻で打ち取って、ただまだ原根さんのターンは続きますね、うん、ここでどういう動きができるか、2マナで動けるんだったらかなりいいかな、うん、サイクリング、うん、まあまあこれだとそんなにいい動きではないので、なるほど、はい、事実上一旦無駄にしてるような感じなので、うん、ここで先手後手の有利不利が裏返ったかな、次のアクション次第ですね、うん、岡井選手はつむじ風の巨匠とエネルギー5ですね、はい、後手の、盤面を処理してからの巨匠はなかなかやられる側としては厳しい、うん、どうやってもクリーチャーが残ってしまうので、うんうん、一番いい動きとしてそのティムール側は先手のチャンドラーを叩きつけるというアクションがあるのですが、それを咎めるというか難しくさせるカードなんですよね、まあ、トークンを出して、そうですね、チャンドラーでどのモードにしてもトークンが生き残ってしまうので牽制になる、でここから調和を打ってもう一体出せるからのさらにエネルギー追加みたいな感じかな、うん、まあ、どちらも、まあ、現状岡井選手がちょっと場面的には有利かなといったところでしょうか。そうですね、まだその本当に序盤中の序盤なので、うん、ここから5マナにどういうアクションが来るのか次第ではありますが、うん、今のところ岡井さんの方がやりやすいかなと、さらにエネルギー追加ですね、でソプター飛行機械トークンが2体出せる状態にしてターンを終わるよという形ですね。で一方で原根さんの方は地上こそハイドラがいるので、うん、止まっているというか止めることができるのですが、うん、数の暴力でこのままでは負けてしまうので、うん、まあ、まずは盤面の処理が必要とされますね、うん、どういうカードが入っているのかっていうのがまたちょっと、例えばなんですけど、栄光をもたらすものグローリーブリンガーが入ってるバージョンであったらここで特例のアタックをする一番いいタイミングなんですが、おそらく入ってなさそうな、そうですね、スカラベで地上はとりあえず止めて、で対象逆に対象を迫る、このままだと2体で殴りに行くし、除去されてもスカラベで帰ってくるから意味ないよという、うんうん、いい返しですね。打点自体もまだ、岡井さんの方がそんなに高くないというより、むしろ11飛行しかダメージが通っていないので、このままだとスカラベが起動できる状態になってしまうと、
ここで4マナ、はい、チャンドラですかね。ここですね、ここで何が出てくるか、うん、チャンドラで、あー、うん、なるほど、さあマグマのしぶきで追放なので、なるほど、血しダメージを食らった上で追放をして帰ってこさせない、うん、すごくいい返しでしたね、うん、いや、いいですね。ティムールお互いが回るとこういう風なそのすごい強いカードの、うん、なんでしょうね、応酬というか、うん、右に左に優位、ね、が覆り続けるっていうゲームになるんですけど、今のはもうベスト中のベストみたいな感じでしょうね、うん、でここで逆に苦しくなったのが原根さん、うん、ちょまさかスカラベがこういう形で対処されるとは思ってなかったと思うので、どう出るかというか余力があるのか、先手分なので、原根さんが先手番なのでカードが1枚少ないというのもそこそこなポイントですね。こういう膠着状態になってしまうと、そのカードの叩きつき合いの応酬から息切れするのはどちらかというと先手側になりやすいと。原選手エネルギーが9ですが、はい、そうですね、そのエネルギーが大量に溜まっている使い先が果たしてハイドラ以外に用意できるのかな。一応ハイドラを追加で出して片方を殴りに行くという形ですね、うん、でこれに対してチャンドラは失いたくないのでどれでブロックするか、まあ、遠くでブロックするのが一番ありそう、うん、エネルギーが3つ消費で、まあでもパワー3とパワー2を差し出すよりかはマシかという感じですね。ただまあこれでチャンドラの維持に成功したので、うん、カードアドバンテージはさらに差が開いてくる。どうするかですね、うん、一方で原根さん的には地上のクリーチャーハイドラハイドラで押し潰すカードアドバンテージを取られるのはもう仕方がないので、まずはチャンドラを壊しに行くか本体を狙うかっていう分岐とかもありますが、まあ概ねチャンドラかな。何もなければチャンドラで、で何かあるんであればチャンドラを壊してからというゲームプランになるとは思います。そこら辺お互い分かってますね。でそれを踏まえた上でどういう風な対応をするかというのをお互いに考えていると。赤赤で栄光をもたらすもの入ってますね、うん、そうですね。それで岡井さん側的にはそれが分かっているので、うん、そうはさせじと、うん、飛行クリーチャーで逆に詰めていくという対処を迫っていくという形ですね、うん、盤面を原根さんが対処しようとするんであればそのままダメージで押し切るけどどっちがいいのという苦しい2択を突きつけていくという形ですね。原選手、チャンドラが手札に2枚あるように見えましたが、そうですね、なのでチャンドラを多分叩き落とすのに使う予定だったけど栄光をもたらすものが出ちゃっているので、うん、ちょっとそれが厳しい。ここで2体攻撃できないっていうのがちょっと辛いですね、うん、というのもダメージレースで押されているし、これ2体で攻撃しちゃうと返しのダメージがかなりきついんですよね、うん、とは言ってもチャンドラでチャンドラも放置できないし栄光をもたらすものも結構きつい。ライフは13ですから、で特例してないので次のターンも殴られるので処理しないといけない、うん、これはやりたくないでしょうね、うん、でこのチャンドラは簡単に処理されてしまうという、どういう処理の仕方をするか、まあ原根さんの手札1枚ですからね、うん、多分一番効率的な方法で取ってくるか、あるいはうーん飛行機械トークンでチャンドラに攻撃して、で通ったらそれでよしで、通らなかったらチャンドラのプラスで破壊みたいなルートかな、うん、
エネルギーが今13個ですか、原根さん側にあるので、うん、地上はもう止まらないのですが、まあ、プラスから入りましたね、うん、でこれで本体に入れたもう除去はないでしょっていう、うん、これでジェスチャーですね、はい、でチャンドラを破壊からこちらもハイドラ、これでハイドラとハイドラが相打ちになるんであればもう地上は1体しかいなくなるので、うん、ハイドラが1体だと攻撃にもいけないでしょという睨みを利かしている状態で原根さんが苦しい、どうしたらものかというところでしょうね、うん、攻撃にも防御にも使いたくないみたいな感じですね、うん、もう大量にエネルギーがあるのですが、そのエネルギーを1回使ってしまうと、うん、もう受けるものがなくなってしまう方や、うん、おかいさん側はエネルギーを無駄遣いしても許されるという状況ですね、うん、ハイドラまたタフネスが3っていうところがポイントですね、うん、ブロックしてそのプラス1カウンターを乗っける数が結構これ攻撃側と防御側で変わってしまうんですよ ね、 そうですね、まあ、まずはチャンドラ出してどのモードを使うのかですね、プラスで、で、あ、これをかなりいい、ついにエネルギー先、エネルギーの使い先が出てきた、うん、でしかもチャンドラが、まあ、チャンドラの守りに使えるので、うんうん、というかまあベストドローかな、そうですね、多分一番欲しかったんじゃないかな、うん、これで飛行機械トークンの量も圧倒できるし、うん、まあ、まあこの貯めたエネルギーの使い先が見つかったとですね、でそこからさらに攻撃にはいかないんじゃないかな、いってもあまり意味はなさそうというか、まあ、タップアウトしちゃってますからね、うん、ブロックも一番いいブロックをされるので、まあ、それを差し引いてもチャンドラ壊しに行くかで壊しに行く選択をしましたね、これ盤面が消滅するような感じになるんじゃないかな、どういうブロックをするんでしょうか、うん、あ、ハイドラでハイドラをブロックして全員でブロックみたいな、残り全員でブロックで両方殺せるのであればそれがベターなのですが、多分ギリギリ無理みたいな感じなんでしょうね、うん、このブロックはかなり、逆に言うとこのアタックはちょっとやりすぎたと思うんですけどね、その岡井さんの一番都合のいい、岡井さんの手札が何かがまだわからないので都合のいい形でブロックができてしまうので、一応チャンドラが落ちることはないっていうか、トークンが最悪5体出せるので原根さんの方がそうですね、ただそれを使った場合ハイドラがただ死にみたいな形で、うん、そのブロックによっては多分そこまで考えれる時間があるような感じのアタックではなかったように見えますが、うん、どうなんでしょうか、これ見どころですね、どういうブロックをして、もしかしたらその中に原根さんが考えてなかった抜けみたいなのがあるかもしれない、うん、そうですね、岡井さんもどういう形にしようかなというのを考えてますね、うん、さあブロックが決定して、はい、ほうほう、なるほど、うん、でこの状態になったら原根さん的にはまず一番に考えるのが、うん、つむじ風の巨匠を両方とも殺したいですね、うん、なので先、お、違う、3人を先頭にした、ならず者の生成屋でこのブロックにした場合だとプラス1カウンターを使って2つ殺してハイドラ、ハイドラが消滅で、でエネルギーが多分
2体生成くらい残すみたいな感じのプランなのかな、うんうん、3体生成を残して全部消滅という展開にするのかな、うん、いずれにしても自分からエネルギーを使う量をあまり大きくしたくはないんですが、うん、この4つなるほど。でそれを踏まえて岡井さんの方がこのままでいいかどうかですね、うん、かなり複雑なコンバットの局面になってきましたね。そうですね、でここが多分ゲームで一番重要なところなんじゃないかな、うん、そうですね、岡井さん的には素直に解決して、なぜかというと巨匠が生き残るような感じのブロックをしてくれたので、うん、後から出せるんですよね、うん、これでむやみに出すとそれこそ、原根さんのハイドラが強化されて一方的に残るみたいな展開がありえたので、こうなると1体分しか優位ができていないから何か追加、うん、さあ先生や、はい、とりあえず一息つく生成矢 でエネルギーが2、トークを出すにはもう一つエネルギーが欲しい、原根さんの、エネルギー量が、トークンが4体出るのでこれ結構重要ですね、うん、プラスお。唱えずに、そうですね、うん、チャンドラの方をマイナスするのに使いましたね、うん、このままいくとチャンドラの量でそのチャンドラのプラスで死んでしまうので、ある程度チャンドラを削りに行かないといけないんですよね、うん、ただそれは原根さん側からも同じことなので、うん、エネルギー多分2つも結構欲しいとは思うのですが、うん、それでもしょうがないかなというところ、うん、あ、生成矢がまだあるのでこれで3も確保できるからってことですね、でこれでエネルギー量が見た目上同じになって、うん、生成矢分だけの岡井さんのリードになりました、うん、出しに行ってこれはまあおそらく相打ちになるでしょう、でまあそこからかな、とりあえずチャンドラでめくって、うん、原根さん的にはこれでいいのがめくれないかな、めくれなかったらチャンドラの方に2点のダメージを与えるみたいなことをするんじゃないかな、いやごめんなさい、なんかスカラベの神が見える気がする、それだと結構変わる、まずはめくってで、あでもめくったってことは違うかな、と言いますと、もしスカラベの神があるんであれば、はい、赤でスカラベの神を出してそのままですが、トーナメスカも出していきますね、これプラスにして即奪った方が栄光をもたらすもの確か墓地に落ちてますよ ね、 そうですね、これちょっともったいないかな、僕だったら赤出して、うん、でマナがそうかエネルギーがないのか、使い切ったところで引いたから黒マナが黒と青マナが出せなくてしょうがないみたいな感じなのか、多分そうですよ ね、 そうですよね、このディムールエネルギーって黒マナは供給源はだいたい1枚とプラス、うん、霊気拠点なので、なるほど、原さん的にはあっちゃーみたいな感じでしょうね、うん、もし持ってたら絶対にこの動きしなかったので引いてしまったみたいな、でもこのここでのスカラベは相当すごい、うん、むしろ一番欲しかったまである、妖怪さん的には、うん、
前のその自分のターンエンドの動き的にえこれなかったよねなかったはずだよねみたいな状態になってると思います。あと厳しい、どうしようか、まあ、まずはお茶濁し、ですからそうですね、スカラベがオンになってしまうともうゲームが終わってしまうので、うん、岡井さん無理にしても攻撃しに行かないといけない。ただ、まあ、このアタック見て分かる通りかなりバンザイアタックに近いんで、うん、お母さん的にはやりたくないでしょうね、うん、でこれで盤面が消滅してスカラベだけが残るみたいなゲームになるのかな。先ほどまでは岡井さん側が荒根さんに対処を迫るカードを2枚ずつ用意するというようなゲーム展開だったのですが、今となっては荒根さんが対処を迫るカードチャンドラとスカラベの神の2枚を迫っているので、状況は完全に逆転しましたね。でこれでエネルギーがあるので黒マナも用意できると。で赤赤でそうですね、スカラベの神を出してで霊気拠点から黒マナでどれを釣るのかな。ハイドラ盤面がまだ厳しいと感じているのならハイドラをでチャンドラを壊しに行けると思うなら多分栄光をもたらすものかな、うん、どっち側かはちょっと好みですね。まだ待ってもいいし、とにかく選択権はハイドラあるいは栄光をもたらすものをその何かに合わせて釣るということができる原根さんが今握っています、まあ、もし何もなくターンが返ってくるようであればエンドステップに釣るみたいな動きもするでしょうね。でそういう状況になっているので岡井さん的にはもう破れかぶれに近いんですけど、トークンを出して何かを作りに行かないといけない、栄光をもたらすもの、まあ、これ全然 OK ですね。花瀬さん的にはこの栄光をもたらすものが特例するかどうかの確認をした上で栄光をもたらすものを釣ってブロックという選択肢ができる。終局は近いです。まあおそらく2ターン以内くらいには決着がついてしまいますね、うん、これをこうもたらすものを岡井さんの墓地から奪ってで相打ちブロックでチャンドラを残しつつ、うん、でまあ、次のターン、この戦闘で発生した墓地に落ちた今岡井さんの場にある栄光をもたらすものを奪ってでチャンドラを壊しつつ特例するみたいなゲーム展開なんじゃないかな、うん、土地も多分その過程で取れたらベターでは取れなくても結構おつむじ風をつむじ風の方を選択しましたか。特例をしたので一旦放置でもいいやっていう考えでしょうね、うん、興味深い、うん、で、はい、で栄光をもたらすものでまず2点ルーズ戦術、うん、でまあこれは土地ですよね、うん、そうですよね。で
はい、ここで投了ですね。さあ、というわけで1本目は原根健太選手がティムール同系対決をまずは制したと。はい、岡井さんの方もキープで、2本目もお互いマリガンなしで、今回は岡井さんが調和スタートで、原根さんの方は、原根さんもここは調和持ってます ね、 そうですね。あ、これその調和持ってる人と持ってない人で明確に違うという今日乗ってる人は絶対に調和から行くんですよね、うん、もう乗ってますね、乗ってますか、はい、でしかも沼、これもうすでに赤マナも青マナも緑マナもあるので、はい、このデッキ結構、はい、あの色マナの要求がきついんですけど、うん、まあ、そうですよね、緑のカードもありますし、うん、青のカードも赤のカードも入ってたりするので、しかもそれが早いターンに要求するんですけど、うん、いきなり沼持ってこられるとうわーってなっちゃうんですよね。なるほど。さあ、原根選手は今日は2発目、はい、そうですね、乗ってますね乗ってますね。まあまあ、でもここで2ターン目のアクションをしないのかできないのかとかはちょっと考えどころですね。まあ、一応岡井さんが動かなかったっていうことはかなり高確率で除去を構えているので、うん、だからそうしなかったのかもしれないし、あるいは、まあ、普通にやることがなかったのかとかは、うん、なかなかここら辺でそのなんていうんですかね、うまい下手が明確に分かれてくるところなんですが、まあ、なんか除去を持ってたけどとりあえず土地伸ばすことを優先させたみたいな感じでしょうね、うんうん、でこれに対してチクダイ、チクダイナズマで除去で一応オープンに見える、これチャンドラの敗北持ってるのかなっていうのを大海さんは考えてると思います、うん、なかったらチャンドラ叩きつけるのが一番ベターな動きなのですが、うん、裏目中の裏目ですね、うん、もしされてしまうと。はい、せいせいやでターンを返して、うん、次は原根さんが4マナオープンになる番。さあ、ここでつむじ風の、はい、巨匠が出てきて、うん、とりあえず青海さんは攻撃して、うん、でそれをブロック、うん、これをするってことはスタックで多分そうですね、戦闘解決前にある程度エネルギーを使ってトークを出しますよという、それにハイドラを出して土地をさらに伸ばして、結構岡井さん土地の動きが厳しいですね、うん、森からスタートして山を置いてターンを返して、うん、そこから3ターン目にエネルギーを使った形で生成矢を出した後にタップインタップインという動きをしているので、うん、結構苦しそうな。さあ、そんなところに、はい、またもスカラベ出ましたね。でスカラベとりあえず対処を迫ってどうするんですか、何か持ってるんですか、うん、まあ、一番いいのはどうだろう、まあ応酬でしょうかね、うん、ただまあ応酬して、応酬できたら一応盤面でその55クラスが2体並べれるので、ない、うん、特例アタック、これは結構1回だけパンプして5点を与えたと、は
で9まで9点ですね、このターン。ただここでスカラベがオンになってしまったと、残り11点を取り返す、取れる3段があるのかな、結構このアタックはきついかな、もうきついというか、その、なんでしょうね、やりたくないアタックに近いかな、特例しちゃったのも、これ特例はしてますよね、していると思います、はい、はい、しなくてもよかったかな、結局その4点あるいは5点軽減をして、次のターンがあまりに無防備なので、厳しいな、花瀬さんの方も多分それを、これがこんな動きをしているってことはもう結構勝ってるでしょうみたいな、さあここでチャンドラの敗北を、はい、でアタック、でライフが11、44のブロッカーがいる、一応54から65にはなるのですが、そうしちゃった場合開始で下手しすれば死んでますよね、栄光もたらすものが連れてしまうの で、でライフルーズもあったりするので、結構殴りに行けない、でも守ってても意味がないみたいな状況ですね、原根さんの方は11なので、もう一回栄光をもたらすもの関連の戦闘でかなり押し込まれても生き残るので余裕はありますね。これで生成屋でマナが使ってくれたのでだいぶ一息ついてるんじゃないかな。負けうるパターンみたいなのをここからは原根さんは考えていて、多分生成屋に除去を打たれて攻撃されてライフが知識圏内になった後に栄光をもたらすもので滑り込まれるみたいなゲームプランを考えてるんじゃないかな。それをされないように動く、そうですね、岡井さん的には逆にその自分の栄光をもたらすものが裏切るの想定済みで、まあおそらくそれをされて負けないくらいの選択肢があるかどうか、ここでそうですね、ライフを取りに行きましたね、ライフを守ってでその目を潰そうと、プラス1カウンターを1個使って生き残らせて、ここで、はい、岡井さんも初めてかなり巨匠でなんとかといったところでしょうかね。いやー厳しいですね。栄光をもたらしてきますからね。ね、よりにもよって自分のまあ釣りますよね。釣ってで巨匠を倒すか。しかもいいの引いた、作白が見えましたね、はい、そうですね、これで横にいる生成屋とかを殺すとにも使えるし、大橋さん的にはもうハイドラを2回通すというゲームプランしかないのですが、ちょっとスカラベの神が強すぎて、原根さんも釣ったはいいけど、どうしたもんかなみたいな感じかな、とりあえず特例で
トークンどれくらい出すんですかという、うん、たくさん出さないとライフが詰まって死ぬけど、うん、たくさん出しすぎるとって言っても2体か3体か程度の差でしかないのですが、うん、それをしちゃった場合ハイドラの強化が使えなくなるからやっぱりそれはそれで苦しいですよという、うん、1体ですね、ハイドラを強化する除去られないように1個残してでライフを減らしてでもブロック剣ブロッカーみたいな形でしょうね、うん、で原根さんに対して、ハイドラだけで攻撃かな、何かすごいのを引けていればいいのですが、うん、今常に、岡井さんが押し込まれているという状況です、うん、1体で攻撃するか除去を打ってハイドラを その他も一緒に行けるか、うーんどうなんでしょう、スカラベの神をここで除去することができればかなりそれが許されるようなゲームプランにはなるのですが、うーんここは2体で当たった、はい、一応マグマのしぶきを匂わせるアタックなのですが、どうでしょうね、それを警戒して原根さんもスカラベでブロックするつもりはないと、でここで引いていた作白で3手も食らわないよという、うん、で本来だったら3点ここで入れたかった岡井さん的にはその上で何があるかと、チャンドラ栄光をもたらすものを殺して、うん、ヨナージュの子も追加、はい、ですが今だスカラベオープンと、そうですね、まあ、ただ盤面が今スカラベ以外なくなってしまっているので、うん、これでようやくそうですね、原根さんが追加の土地を引けていない、追加のカードを今一旦に1回しかスカラベの神で釣り上げるっていう動きしかできてないんですよ、うん、なのでここで2アクション3アクション取れたことによってまだいけるかなという、スカラベの神で攻撃するのであれば多分本体でしょうね、うん、で釣りで一応ライフルーズで殺せるので、うん、で守りに使うために巨匠を釣って終わり、うん、これ対応されたりするとめんどくさいからってことでしょうね、でこれで、エネルギーが7つですか、ブロック用のトークンが2個ある状態、プラス、なんか悩ましい、なんかこれでスカラベの神をにした場合、耐えた場合岡井さんの方が有利になるのですが、果たしてこれ耐えれるのかな、攻撃に行きました、でこれでブロックですね、あいいゲームだな、うーん多分さっきまで岡井さん的には削り切ろうっていうプランだったのですが、うん、今この重心を引いたことによってニコルボーラスが出てきて、はい、本体7点でゲームセット、そうですね、トータル7点、
で決着ですか。決着ですね、はい、というわけで、はい、第1ラウンドは原田健太選手が2本、選手して勝利となりました。はい、パチ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 、いいゲームでしたね。そうですね、